こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、アイスのプチ大食いをしていきたいと思います。セブンイレブン、ファミマ、ローソンで買ってきたので、コンビニ別で紹介しながら食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、セブンイレブンから、チョコレートマカロンアイス、カロリーが171キロカロリー。見た目がこんな感じですね。うちセブンイレブンのこのマカロンアイスのシリーズめちゃめちゃ大好きなんですよ。いただきます。今まで何食べた？ピスタチオとレアチーズか。このチョコめっちゃ美味しい。ココアっぽい感じ。大好きなマカロンとアイスが合わさって美味しくないわけがない。これぜひ食べてみて。マジ10個は余裕で食べれる。ピノやみつきアーモンド味、カロリーが1粒32キロカロリー。これさ、インスタですごい話題になってて気になってたんだよね。 ASMR です。いただきます。高級感漂うアーモンドの味。いやマジでおいしい。つぶつぶローストアーモンド配合。おいしい。うち普段からピノよく買って食べるんだけど、いつもそのドノーマルのチョコなんだよね。これ100個食べれる。100粒食べれる。最後の一粒。これめっちゃ美味しい。おすすめです。期間限定だから食べてみて。ピスタチオプリンアイスバー、カロリーが137キロカロリー。見た目がこんな感じ。この紫のは何？ミックスベリー。あ、ベリーなんだ。いただきます。めっちゃピスタチオ。お菓子とかアイスのピスタチオってそれっぽくちょっと甘めに加工されてる感じがあるけど、これマジでまんまピスタチオって感じ。食べかけの目はしてみないでくださいね。中にミックスベリーが入ってる。合う。ピスタチオと合う。ピスタチオ大好きなんだよね。ピスタチオ味の飲み物とかアイスあると絶対買っちゃう。おいしい。めっちゃおすすめ。カロリーも低いし。次がファミリーマートです。イタリアンプリン、カロリーが152キロカロリー。カラメルみたいなのでコーティングされてる。美味しそう。いただきます。ちょっと半溶けなってんだけど、半溶けはこれまた美味しい。キャラメルって感じ。これもね、インスタで誰かがのっけてたんで、めっちゃうまいめっちゃうまいって。イタリアンプリンっちゃイタリアンプリン。でもうちはキャラメルに感じる。このコーティングされてる焦がしキャラメルみたいなのにちょっと苦みがあるから、まあ、大人の味みたいな。これもマジ永遠に食べれるわ。ちょっと寒くなってきた。ちなみにこれリスナーさんからプレゼントでいただいた部屋着、かわいい。もうあったかすぎて手放せなくて、5日ぐらい洗濯しないできてる。食べる牧場コーン、カロリーが195キロカロリー。うちこういうの開けるのすごい苦手なんだよね。あのさ、駅とかに売ってるセブンティーンのアイスあるじゃないですか。あれちっちゃい頃好きでよく買ってて、開けるの下手くそでさ、このコーンのタイプ買うと絶対ここカポって開けた時にこの上のアイスポロンっていくのよ。あ、ちょっと溶けてる。ちょっと溶けてますが、いただきます。うん。これまでちょっと溶けてるぐらいの方絶対美味しい。美味しい。濃厚だ。このファミマのやつ、カップのやつは食べたことあったんだけどさ、このコーンのが新発売で出たらしくて買ったんだけど、めっちゃ美味しい。パッケージもめっちゃ可愛いし、持ってるだけでおしゃれだから、ファッションの一部になる。こうやって歩いてれば、でもやっぱりこういうコーンのアイスの美味しいか美味しくないかの見極めるところって、やっぱりコーンが美味しいか美味しくないかだと思うんですよ、うちは。美味しいやつや、これ。こういうアイスのコーンってさ、カリカリタイプじゃなくてちょっとしなってしたタイプの、わかるかな、まあ、よく言えばしっとりみたいな。でもこのカリカリのが好きだの。夏はさ、サクレとかさっぱり系のアイス食べたくなるけど、冬はこういうまったり系、何系っていうのこれ、甘い系。いやいや、サクレも甘いな。こういうミルク系のが好きになる。誰も見てない。ジャイアントコーン久しぶりに食べたくなってきた。最後がローソンで買ったアイスですね。雪見大福のハートのいちご。カロリーが1個79キロカロリーですね。あ、うち勝手にハート型だと思ったら、普通の丸い雪見大福なんだね。色がピンク。溶けてる。あ、ハート型だわ、後ろから見ると。これ表面から見たらちょっと丸っぽいだけで、取ったらハートなのだね。ハート。わかるかな？かわいい。いただきます。めっちゃ美味しい。結構甘酸っぱい系のいちご味だ。いちご味初めて食べた。なんか前生チョコみたいなね、中に生チョコが入ったやつ食べてめっちゃ美味しかったんだけど、いちごも美味しいわ。なんか甘酸っぱいソースみたいなのが入ってはいないか。それは嘘。雪見大福食べると冬って感じする。正月って感じする。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで久しぶりにアイスのプチお食いをしていたんですけれども、だいぶ寒くもなってまいりましたので、皆さんアイスの食べ過ぎでお腹を壊さないように気をつけてください。ということでこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。